マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日もこれから本要約カフェを始めていきます。今日ご紹介する本は、自分を受け入れるスヌーピー、いろいろある世界を肯定する禅の言葉です。とても癒されるとともに、自分をハッとさせる禅の言葉が満載です。ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネルでは、本要約の他にクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント、海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信しています。チャンネルフォローがまだの方は、よろしければ今のうちにフォローをお願いします。また YouTube スペシャルメンバーシップにご登録いただくと、毎週限定動画をご視聴いただけます。さて、今日私はブレンド中国茶を飲みながらお送りしています。ぜひお気に入りのカフェで本を読むような気分でご視聴ください。さて、今日ご紹介する本、自分を受け入れるスヌーピー、著者はもちろん、このスヌーピーの漫画ピーナッツを描いたチャールズ・シュルツさんです。そして役は谷川俊太郎さんです。さらに禅の言葉は増野俊明さんが監修をされています。この本を読んでの感想は、スヌーピーがこんなにも深い漫画だなんて知らなかったということと、禅の言葉は自分が普通だと思っていた人生を変える力があると思いました。すべてにスヌーピーの漫画が入っていて、とても癒されるとともに、深い深すぎる話が満載です。これから大事な言葉の紹介とプラスアルファの解説をしていきたいと思います。さて皆さん、スヌーピーご存知ですよね。元になった漫画はピーナッツという漫画です。はじめに登場人物をご紹介します。まずはスヌーピー、チャーリー・ブラウンという丸顔の男の子に飼われているビーグル犬です。ビーグルだったと初めて知りました。いつも犬小屋の屋根の上にいて、そこで寝たり試作にふけったりしています。そしてスヌーピーの親友のウッドストック、これは黄色い小鳥です。チャーリー・ブラウンにはサリーという名の妹がいます。サリーはわがままで、時にシニカルな視点を持っていて、お兄ちゃんを困らせたりしています。口癖は関係ないでしょということです。そしてルーシーとライナスという兄弟も出てきます。ルーシーはいつも大きな声でガミガミ言ってしまう、まあ女の子です。世話好きな一面もあって、みんなの悩みも聞いたりしています。シュローダーというおもちゃのピアノをいつも弾いている、そのピアノに寄りかかるのが定位置となっています。そしてルーシーの弟がライナスです。読書や哲学を愛する博識な男の子で、チャーリー・ブラウンの友達です。他にもなぜかいつも埃まみれのピックペンとか、メガネのマーシーとか、いろんなキャラクターが出てきます。この中で交わされる会話の中に、実は禅の思想が入っていたということです。本書の副題は、いろいろある世界を肯定する禅の言葉と書かれています。これも深いですよね。いろいろある世界、いろいろありますよね。それを肯定してさらさらと流していけるような自分になるための言葉です。本書には70以上の禅の言葉がピーナッツのいろいろなシーンに分かれて記載されています。大きく2つのパートに分かれていて、一つは自分のカラーを見つけてというパート、そしてそれぞれのカラーを認めるというパートです。最初のページには一人一人という谷川俊太郎さんの詩が掲載されています。この中には、一人一人違う目と鼻と口を持ち、一人一人同じ青空を見上げる、一人一人違う顔と名前を持ち、一人一人よく似たため息をつく、一人一人どんなに違っていても、一人一人ふるさとは同じこの地球、こう書かれています。
この一人一人ということを改めて感じると、私たちの周りにはいろんな人がいますけれども、本当に一人一人違うんだなと。ですがその違う一人一人が同じこの星に住んでいる。なんともロマンチックに自分や他人を見ることができると思います。それではこれからスヌーピーのワンシーンとともに禅の言葉を紹介していきたいと思います。まずはじめにチャーリー・ブラウンとスヌーピーの会話でこう書かれています。チャーリー・ブラウンがもし一生懸命働いて欲しかったものを全部手に入れたら満足かなと問いかけます。そこでスヌーピーは飼ってる犬に好かれなかったら虚しいねと返します。これも非常にウィットに富んでますよね。スヌーピーはチャーリー・ブラウンに飼われている犬ですけれども、チャーリー・ブラウンが一生懸命働いて全部、手に入れても、飼ってる犬に好かれなかったら虚しいと、この返し方が絶妙です。ここで紹介されている禅語は、我ただたるを知るという言葉です。たることを知るという意味です。これは一生懸命働いて欲しかったものをどんどんと手に入れても、その欲求を果たし続けるだけでは満足することはないということを表しています。これは心理学では快楽順応と言いまして、人は何かに満足してもその快楽にすぐに慣れてしまって次を求めたくなるという、心理です。なので満足しないところを何かを得て、そしてまたさらに何かを得てといっても、どこかで満足するたることを知らないと、いくら手に入れても心が豊かになることはないという、教えです。これは仏教のお釈迦様が亡くなる前に言われた言葉だそうです。最初の言葉にこうした言葉が紹介されています。そして次の言葉は、少樹千年の緑という言葉です。これは松の木の緑色は千年の長い歳月を経ても色を変えないという意味です。スヌーピーが犬小屋の上に座ってこう思索にふけています。星の不変さにはいつも感心させられるな。見上げるたびに安心感を与えてくれる。今見ているこの星がいつも必ずそこにあり、これからも…これはいろんな時代、世の中がどんどんと変わる中に、変わらないものを見つめるという目を持つことです。今もどんどん技術も変わりますし、街並みも変わりますし、生活も変わっていきます。しかしその中で変わらないものを見つめる目を持つ、移り変わる中にある普遍の真理に目を向けることの大切さ、これがこの禅語の中に表されています。そして次のシーンもご紹介します。チャーリー・ブラウンが、膝の上でスヌーピーが寝ている時に、夜中に眠れなくて、僕は問いかけることがあるんだと。なぜ僕はここにいるのか、一体何が目的なんだ、僕の人生には意味があるのか。すると声が答えるんだと。やめてくれ、そういう問いかけは苦手なんだ。これもちょっとひねってるシーンですよね。ここで紹介されている禅語は、両棒という、両方を忘れるという書く禅語です。これは二元的な対立、例えば善悪とか美醜とか是非とか、こうした対立を忘れることを意味しています。一旦こうした価値判断から自分を解放することで、考えることが止まって、普段私たちは脳をたくさん使っていますので、これを休めることができます。例えば夜なかなか眠れないという時、いろんなことをぐるぐる考えていませんか。考えを働かせていると、脳は膨大なエネルギーを使います。そして休むことができなくて、眠ることができなくなってしまう。そうした時には、価値判断から離れて、考えることをやめるということも大切です。そして次のシーンは、
チャーリー・ブラウンが友達と遊んでいる時にピクニックしようよと言われて、お友達はケーキを持っていく、僕はアイスクリームを持っていくと言っています。そしてチャーリー・ブラウンは何を持っていくと聞かれると、僕と答えます。自分が行くということでそう答えているんですけれども、ここで紹介されている前後は少し難しいですが、愚心やむところすなわち無事という言葉です。これは求めることがなくなったところが無事ということを意味する、すなわち心が安らかになるということを表しています。このチャーリー・ブラウンの言葉は、僕がいるだけで十分、自分をありのままに認めていることを表しています。自分はありのまま、そのままいれば十分なんだと思える心、これがこの禅の言葉で表されています。次には流線を金となすという前後もあります。これはスヌーピーがまた犬小屋の上で試作にふけている時に、どうして海辺で暮らしたがる人がいるかわかると、夜の波の音ってとても心を安らかにする、それで僕は眠りに誘われるんだと、そんなことを考えています。ここで言われている前後、流線を金となすは、流れる泉が琴のようになるということです。自然の音、水の音、木々が風に揺れる音、私たちの周りには実はいろんな音があります。時々スヌーピーのように空を見上げて、水の音に耳を澄ませてみると、心が洗われるような体験もするのではないでしょうか。そして次の言葉は、シャザ・キッサという言葉があります。これはどういう意味かというと、しばらく座ってお茶を飲むという言葉だそうです。まあ座ってお茶でもという言葉が前後として紹介されています。ここでは登場人物のサリーが目覚まし時計が鳴らなくて巻きすぎてしまって、それで時計が鳴らなかったことに気づいたということで、みんなそんな具合だなということで、巻きすぎても力が入りすぎてもいけないという意味です。何事も極端に考えたり、極端に行動してしまったり、また人に求めてしまったりすると、それが逆効果になることもあります。前後でもお茶でも飲みましょうよという言葉があるぐらいですので、そのぐらいゆっくり行きましょうと思っておいていいのではないでしょうか。さて、それでは次のパート、それぞれのカラーを認めるというところに入っていきます。ここでもたくさんの前後が紹介されています。まず一つ目の挿絵には、順番にいろんな子がマーシーたちのことを、変だよねと、変だねと、すごく変だと言ってきて、最後にマーシーは、筆箱にフライドポテトを入れてる人を見たことがないんですよと言っています。これも確かに筆箱にフライドポテトを入れるのは変だと思うんですけれども、あえてこうした漫画を描いて、それで前後と合わせて挿絵が入れられています。これはどういう意味で使われているかというと、人それぞれに違いはあっても優劣はないという意味で使われています。ここでマーシーは自分は変だと言われているのを認識しているんですけれども、マーシーとしては何かを入れる容器という点ではお弁当箱と何ら変わりはない、なのにここに入れていただけで異様だと思われている、その状況を淡々と事実だけを見つめています。そして一人一人多様性があることを尊重して、自分も異なっていることを受け入れています。これを前後では竹に上下の節ありという言葉で紹介しています。竹はたくさん節がありますけれども、上下の区別はありますけれども優劣はないという意味で使われています。そして次の言葉は、そったく同時という言葉です。これはヒナが卵から帰るときに
内側から殻をつつく音を、そのかすかな音を捉えて、親鳥が外側から殻を、割るという意味です。どちらかが早すぎたり強すぎたりすると、お互いを傷つけてしまいます。これはタイミングを合わせて物事をスムーズに進めていくという意味で使われています。ここでのスヌーピーのシーンは、スヌーピーがウッドストックの絵を描こうとしているときに、笑うことを強要するのではなく、自然と笑うのを待って絵を描いている、スヌーピーのシーンが描かれています。これは何事もタイミングが大事で、力任せに何かをしようとしてもダメなときはたくさんあるんだと、そういう意味で使われています。さらに次の禅の言葉は、一人は棒を行い、一人は活を行う、すべて親しからずという言葉です。棒というのは、禅なので、強作という棒で肩とかをパシッと、打つことで、活っていうのは一括というような大きな声をかけるということ。どちらが良いかという、教えで決めつけることはできないと。この世のすべてはどちらかが正しくて、どちらかが間違っていると断定するのは難しいものだということを表しています。スヌーピーのシーンでは、ルーシーが、こんなはずはないと、私は絶対信じないわと言っているのに対して、周りは、いいけどそう書いてあったんだよと、でも違うわと、僕も、それは違うと思うね、そういうやりとりを表しています。これは自分とは違う正しさを持つ人がいるということを表しています。まさにこのパートそれぞれのカラーを認めるということ。こうした目を持つだけでも心を穏やかに過ごせることが増えるのではないでしょうか。そしてさらに紹介しますと、前後で眼の微直という言葉があります。これは目は横に、鼻は縦についているという意味です。ものすごくシンプルで当たり前のことです。これを禅ではどう捉えているかというと、偏った思い込みを捨てて、ありのままの姿を認めるという意味です。ここではルーシーとシュローダーの会話が紹介されていて、ルーシーが料理好きの夫もいるわねと、私たちが結婚したら料理全部してくれてもいいのよと声をかけます。そしてシュローダーが君は何するのと言ったら、ナプキン畳むわと言っています。この中には著者が料理は女性がするものという偏見や思い込み、この社会通念を本当にそれだけですかという無意識のバイアスを取り除くような、そうした風刺として描かれています。このシーンと眼の微直っていう目が横についてて、鼻が縦についている。こうした言葉を組み合わせるっていうのもすごいと思いますが、今自分が当たり前だと思っていることも、実は思い込みだったりしますし、いろんな考え方ができることもあります。ありのままの姿を認めていった先に、心が楽になるような生き方をすることができるのではないでしょうか。それでは最後の禅の言葉を紹介させていただきます。これは主客一如といって、主人と大事な客は一つの如しと書くものです。ここではチャーリー・ブラウンとスヌーピーが、もし僕らが入れ替わったらどうなるかな、君が主人で僕が犬だったらどうする？と言ったところ、スヌーピーは僕が主人だとばかり思ってたけどと返します。これはまさに主人か客か一緒になってるという感覚ですね。この前後が教えるところは、ついつい私たちは自分を主体にして相手を客体という自分とは全く別のものと思って判断をしがちです。しかし相手からもそう見ている。そこにいろんな対立があったり、苦しさが生じたりすることもあります。しかし時に主体と客体を分け隔てることなく、お互いの気持ちを思いやって、
お互いに相手の立場に立つときに心が一つになる、この主客一如の関係になっていきます。はい、ということでいくつか禅の言葉とスヌーピーの真を紹介させていただきました。全部で70以上もあるので全て紹介することはなかなか難しいですが、他にもたくさんのハッとする言葉が満載です。また中には漫画として読めたり絵本として読めたり、いろんな読み方ができる本書です。ぜひ気になられた方は概要欄からご一読をお勧めいたします。以上、今日は自分を受け入れるスヌーピー、いろいろある世界を肯定する禅の言葉のまとめとプラスアルファの解説をさせていただきました。何らかのご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。